本動画では、早稲田大学における全学データサイエンス教育について説明します。まず、データサイエンスが重要になってきている背景について説明します。情報通信技術の進展により、こちらの図にあるように、データは多種多様でかつ大量になってきており、また、 そのようなデータを取り扱う解析技術やコンピュータ技術も発展してきています。このような背景において、データに基づいて意思決定や論証、知の創造を行うデータサイエンスは大変重要になってきています。例えばここに応用分野の一部が書いてありますが、大学のあらゆる学術領域や 社会におけるあらゆる企業や職業においてデータサイエンスが活用されてきており文系理系を問わずデータサイエンスの重要性が高ままっていますこのように重要なデータサイエンスに対して早稲田大学ではどの学部学科コースの学生もデータサイエンスを学ぶことができる共通の教育プログラムを提供しています。このプログラムは 数学を苦手と思っている学生の方も安心してデータサイエンスの基礎や考え方から学び始めることができます。また、早稲田大学では各学術院において専門的に学ぶ学術領域にプラスしてこの全学共通のデータサイエンス教育プログラムを学ぶことにより自身の専門領域にデータサイエンスを活用することができるようになります。もちろん、 人によってはさらにデータサイエンスのエキスパートを目指すことも可能です。ここではデータサイエンスあるいはデータ科学とは何かについて説明します。データサイエンスという言葉の定義はいろいろあるのですが我々はデータから意思決定を導くプロセスを問題とデータに関する専門知識に基づいて数理的に定式化し 意思決定を得る学問と定義します。もう少し短く言うと、データから意思決定を導くプロセスを数理的に行う学問となります。ここで意思決定と一言で言っていますが、ここには何らかの行うべき行動のことや論証、あるいは知識の創造といったものも含まれていると考えてください。ただし、 データサイエンスを適用する分野の専門性がとても大切ということも重要です。より詳しくは別の動画、データ科学を学ぶ目的をぜひご覧ください。では、このようなデータサイエンスを早稲田大学ではどのように学べるかについて説明します。早稲田大学ではデータサイエンスのほとんどの授業をフルオンデマンドで提供しており、 文系理系を問わずまた時間や場所も選ばずにいつでもどこでも誰でも学ぶことができますこれらの授業を通じて分野を問わず通用するデータサイエンスの理論コンピューターを利用してデータを解析するスキルデータサイエンスを自身の専門領域に活用する方法を学びますまた 授業でわからないところがあればいつでも LA スタッフに相談することができますもう少し詳しくどのような授業科目があるのかについて説明します全学共通データサイエンス教育プログラムには大きく分けて4つの授業科目群がありますまずデータサイエンスを初めて学ぶ方のための科目群である A 群は データ科学入門シリーズやデータ科学実践などデータサイエンスの基礎的な考え方とその実践を一通り学ぶ科目群です。これらの授業は数学が苦手な方でも学ぶことができ基本的なデータサイエンスの実践ができるようになります。また特徴として統計学や機械学習などを分けずに統一的に学ぶことができます。 緑の B 群はデータサイエンスをより深く理解するための数学や最適化 ICT について学ぶ科目群です一方 A 群で基礎を学んだ人が自分の専門領域にデータサイエンスを活用するための接続科目群として赤い部分 C 群があります C 群は 自身の持つ専門領域におけるデータや分析の必要性に合わせて選択することができます。一番上の D 群は自身の専門領域でない問題やデータに対してもデータ科学を活用できるようになる科目群でありデータサイエンスのエキスパートを目指す人向けになります。このように早稲田大学のデータサイエンス教育は 文系理系を問わず誰でも学び始めることができさらに自身の専門にデータサイエンスを活用できる人材を育成しますその他実践的なデータサイエンス教育としてシンポジウムやセミナーなどの勉強会企業においてデータサイエンスの実践を経験する教育的インターンシップ 連携企業から提供いただいたデータを用いたデータサイエンスコンペティションや研究発表会などさまざまなイベントを行っておりさらなる実践的なデータサイエンスを身につける機会を提供していますさらに早稲田大学では主に大学4年生以上になって行われる研究においてもデータ科学センターによる研究相談サポートや コンンサルティングなどの支援を行っていますこのように早稲田大学では各学術院において専門的な学問を身につけながらその専門性にデータサイエンスを活用することができさらには社会においてもデータサイエンスを有効に活用することができる人材の育成に力を注いでいます。